はい、こんにちは。ネイチャーフォトロファーの林です。私今、北海道で自然写真家として活動しています。今日は風景写真におけるピントの位置についてお話ししていきたいと思います。これも僕がツアーをしている上で非常によく質問を受けるので、皆さんとね、共有しようかなって思います。例えばですね、つい先日、こういうね、写真を撮ったんですが、手前に大地があって、奥に山があってみたいな、こういう被写体があった時に、皆さんはピントをどうするべきなのか迷う人多いと思います。なので今日はそこら辺を深掘りで話していきます。その前に初めて僕の動画を見る人も多いと思うので、僕がどういう写真を撮ってるのかっていうのは下の概要欄にインスタグラムを貼っておくので、ぜひ見てみてください。あとオンライン写真サークルでは僕が写真をアドバイスとかもしてるので、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。で、皆さんどうですかね？見ている視聴者さんの中で一度もピントを迷わずさっと風景を撮れる人っていうのはごく少数だと思います。僕自身も結構迷ったりはしますし、果たしてそれで合ってるのかどうなのかっていうのは、未だに悩む部分は多いです。ただ、いくつかピントの位置を決めるコツっていうのは存在するので、それをいろいろ写真を見せながら話していきます。で、今日の内容がこちらですね。一つ目、ディテールで探す。二つ目、メインで探す。今回はですね、この二点に絞って話します。で、最後にちょっと雑談をします。一つ目、ディティールで探す。まずこの話をする前に、皆さんに覚えておいてほしい、最もベーシックなピントの位置の決め方なんですけど、それはこのような広い風景写真の場合は、下から3分の1のラインに線を引いて、その線上のいずれかにピントを持ってくること。これが最も簡単な方法で、風景写真のピントのベーシックになります。ただ構図やシチュエーションによって当然ピントっていうのは大きく左右されていきます。で、今見したこちらの写真は下から3分の1にピントがあるといいっていうのを今話したんですが、じゃあなぜそうなのか、これ大きく2つ理由があるんですけど、その1つが奥にピントを持ってくると手前がボケすぎるから、これはね、よく言われていることなので知っている人も多いと思うんですが、カメラの構造上奥にピントを持ってくると手前の部分っていうのがどうしてもボケやすくなってくるんですよね。で、反対に手前にピントを持ってくると奥はボケにくいのでパンフォーカスの写真になりやすいです。だから下から3分の1のラインにピントを持ってくるといいよっていうのはこの理由から来ていますね。で、2つ目の理由が手前に細かい被写体があるから、これがディティールで探すっていうことにつながってきます。で、この理由でピントの位置を使い分けてる人っていうのは少ないと思いますし、この理由を知っているか知っていないかでピントの位置っていうのはシチュエーションによって結構シビアに変わってくるなっていうのが理解できるようになります。先ほど見したこちらの写真って、下の畑がものすごい細かい葉っぱがいっぱいありますよね。いわばディティールを出さないといけない被写体が背景に比べて多いんですよね。で、奥にピントを持ってきてしまうと、この手前のディティールが潰れてしまって、このようなシャープな写真じゃなくなってしまいます。だから3分の1のラインにピントを置いてるんですよね。とりあえず下3分の1にピントを置いているのではなくて、ちゃんとそういった理由があります。今の話を聞いて視聴者さんの中で気づいた人いるかもしれないんですけど、じゃあディティールがそこまでない写真だったら手前にピントを置く必要がないかって言われると、まさにその通りなんですよね。それが次の写真ですね。これは冬の光が差し込んでいる時間帯に撮影した丘の風景になります。この写真は手前に何か被写体になるようなものって写ってないですよね。で、その時にベーシックなやり方である下から3分の1のラインにピントを持ってきてしまうと、奥の綺麗に光っている稜線がボケてしまうので、それなら奥にピントを持ってきた方がいいです。別に手前にディティールを出す必要はないですし、それよりも奥の方が圧倒的に綺麗ですよね。そういった場合は下から3分の1っていうルールに縛られずに、どんどんピントを変えて撮影していくべきですね。
で、広い風景の場合は絶対下から3分の1にピントだよっていうのをネットでよく見ますが、僕は決してそうではないと思います。シチュエーションによっても必ず変わってくるので、3分の1にとらわれるよりもディティールを出すか出さないかっていうので判断してった方が、風景写真っていうのは絶対にかっこいい写真になります。これがピントの探し方のコツですね。2つ目、メインで探す。これは1つ目の内容よりもだいぶ分かりやすいと思うんですが、メインが何かでピントを探すこと、これ案外できてない人多いんですよね。これも写真を見せながら解説します。まずこちらの写真ですね。皆さんこの写真見た時にどこにピントを持ってきますか？画面全体にいろんな色があって、ピントをどこに持ってくるのかって結構難しいと思います。下から3分の1なのか、どうしようかわからない人の方が多いですよね。で、そういった時にこれがメインっていうのを自分の中で決めて、それにピントを持ってくることですね。この写真だったら赤い紅葉が一番目立つので、僕はこれをメインにしようって決めて、ここにピントを持ってきて絞って撮影をしています。この時は風がかなり強かったので、あえてね、少しブラしてはいるんですが、僕の中で一番目についた色が赤色だったので、それにピントを持ってきたっていう感じですね。で、もう一枚わかりやすい写真はこちらですね。これはつい最近撮影した写真なんですが、夕焼けが土に反射して赤くなっている写真になります。これはね、かなりわかりやすいかなって思います。明るい土の部分がメインだっていうのがパッとわかるので、そこにピントを持ってきています。何をメインにするのかっていうのを自分でしっかりと決めて、それにピントを持ってくる。これもピントを探すコツの一つですね。前半話したディティールで探すっていうのとメインで探す、この2つを覚えておくと、どんな構図やどんなシチュエーションに出会った時にでも比較的迷わずにピントを決めることができるので、ぜひね、参考にしてみるといいと思います。最後ね、ちょこっと雑談なんですけど、この前もね、ちらっと言ったんですけど、今週末ぐらいからアラスカの方に11日間だけですけど、ちょっとね、撮影の方に行ってきます。なので6月真ん中は少しだけね、動画更新お休みっていう感じですね。今回の渡航はですね、下見っていう意味合いの方が強いので、動画になるかどうかはね、わからないですけど、こんな感じでね、森の中でひたすら待つような撮影になると思います。結構ね、DM とかでもね、海外でこういう撮影してみたいですっていう人から、質問ね、もらうこと多いんですけど、今回もクマを撮りに行くんですけど、そういう被写体って、非常に撮ることが難しいんですよね。やりたいよっていう人は、被写体が撮れなくても仕方ないかなっていう気持ちで挑んだ方がいいですね。ちょっとね、雑談で話はそれましたが、以上が風景写真におけるピントの位置っていうお話でした。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタのフォローもよろしく。あと北海道の美瑛で撮影ツアーとかもやってるんで、興味ある人は下の概要欄からホームページの方もチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。